皆さん、こんにちは。ただまり2019年税理士本試験、簿、えー、キロに関するポイント速報を開始いたします。えー、担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい。えー、じゃあですね、えー、今日のね、まあ、ポイント速報ということで、えー、少しお話ししていこうと思うんですけど、えー、このポイント速報はですね、まあ、本試験当日です。一応アップはあ水曜日。 えー、8月7日の水曜日を予定してるんですけどね今あまさにこれ収録させていただいてるのがあ本試験後夜の時間帯にですね、えー、今あもう本当に今日のお試験問題私ども皆さん方試験終わった後入手をしてで僕も回答を出して、えー、その時点での、まあ、とりあえず所感というかあ私のまあ本当に今の時点ではまだ練り切ったものでも本当にないんだけどもとりあえず問題を見て解いて でその感想というのかなあそれをね少しまあ皆さん方のお、まあ、今後のねお役に立てばということで、えー、ざっくりと要点用紙のお話をねお時間30分弱です、えー、いただきまして、まあ、今回の本試験こんな感じだったねというところをですね、えー、少しお話ししてみようと。 こいうふうに思っております。で、この本試験に関するまあ、レックといたしましてのですね、正式な模範解答、さらには予想配点等に関しましては、あのこれからやります。<laughs> まだ今の段階ではあの完全に。 回答を固めたわけでもないしうー予想配点をつけてるわけでもございませんまあ、理想で言えばね今日の段階でそういったものがお出しできれば一番いいのかもしれないんですけどさすがにですねうー先ほどまでまあ回答手続きなんかをやって、ね、状況の付け合わせをやった程度で今終わってますまあ、これから順次そこら辺の作業をやってきますんで予想配点等々の情報に関しましてはですね一応今週末 週末の土曜日曜日ぐらいを目標に作成をして、ホームページの方でアップができればいいかなというふうに思ってるんですが、一応今度の日曜日ですね、えと、日付がいつだったっけな、ちょっと手元の前ないな、失礼、こっちに資料がありました、よいしょ、今度の日曜日です。 今度の日曜日だから1 1日か11日ですね失礼しました8月の11日の段階で、えー、東京でいうとこの東京でいうとこのというか東京のですね新宿エルター本校こちらの方でですね今回本試験の分、えー、検証会ということで、えー、実施をします、えー、まあロンは私の方で担当させていただくんですけどもまあそちらに、えー、は もう半解答全体のものとあと予想配点箇所、まあ、それからあ一つのね、えー、レックとして全体練り上げたあ予想ボーダーライン等々もお皆さんにお伝えをしようというふうに思っています。で今日はですねあくまでも今日もう本当にさっきまでです、えー、問題解答を僕の方でやらせていただいて、えー、で岡野先生も解いてでその上でね もうざっくりとすれ合わせをした感覚をお話しするだけなので、えー、これについては明日以降、正確にまあ、予想配点等々もつけていこうと思うんで、その段階で少しね。あの変更入る可能性があるということはお知りおきください。もう本当に今日は所感をお伝えすると、まあ、おそらく皆さん方も試験解いてきて。 えー、そういったところが気になっておられる方々もいらっしゃるかなというふうに思うので、えー、超速報ということで、えー、今日の試験の状況というものをざっくりと所管としてお伝えさせていただくという期間にさせていただければと思います。ねまあ、そのの前提でで、えー、今日の講義ははねねおけけいただければと思うんですけども、まあ、まずは、ね 今回の試験、簿記論本試験ですね。あのー、まず僕が問題を入手し、回答手続きを始めるにあたって少し思ったのは、まあ、まず全体的にあの少しボリュームとしては少なめかなっていう気が、あ正直僕はしました。 あまあ問題の構成内容にしてみればあ例えば第1問なんか意外と説問つながってたりするんで量多いなっていう感覚になりがちだったりするんだけどもただ意外とね作業手続き始めてみるとさほどっていうところもあったりするしで特に顕著なのは、ね、やっぱり第3問かと思うんですよね。第3問は、まあ、例年の試験の問題なんかと比べてもですね正直言ってそんなに量が多いという問題ではない。 えー、ですから、まあ、ある程度、的を絞って、まあ、問題は解きやすいのかな、というところはありますんで、さほど量が多くないがゆえ、ある程度ね、後半にわたって手を出しやすかったっていうのが、一つ今日の母母、今日の簿記論本試験のね、えー、大きな特徴かな、というふうには、まあ、僕は個人的に思っています。で、ね、皆さん方、まあ、問題やっていただいてね、いろいろ思われるところもあるかな、思うんだけど、 まあそうねおそらく皆さん方が今回の本試験問題をご覧になった時に一番ですね、えー、最初ちょっとえって思ったかなっていうのは第2問の問いさんあ第2問の問いさんでまあいよいよと言いますか来ましたねあの連結会計出ました。 でまあ、従来から申し上げている通りですね過去の簿記論本試験においては、まあ、連結会計出題実績がないわけではないんですけども、まあ、正直言って過去の簿記論における連結会計というのはまああんまり連結としての特性がないような問題で,でそれ以外ではまあ文字文法なんかも複数回出てるんですけども、まあ、そういう意味からするとね いわゆる本格的な連結会計に近い問題っていうのはほぼこれが今回初回というところがあるかなという気はします。で、この第二問の問いさんあたりはですね、まあ初回にしては結構やってきたというか、あまあ連結会計の問題としては割りかしポピュラーだったりはするんだけども、ただ税理試験のね、出題内容という点からすると、 ちょっと行き過ぎかなっていう気は僕は個人的にはしましたね。えー、というのもまあまずこれ、連結の税効果会計適用がありますでさらに申し上げると、子会社株式の追加取得があるんですね。まあ、いわゆる段階、えー、追加取得手続きと呼ばれるものがあります。で、ここら辺の話に関しては、まあ、税理士の受験生さんは一般的にはここまで手を出してないことがほとんどだと思います。で中にはね 例えば1級の学習経験終わりになるとかあとは公認会計士の受験生さんなんかにしてみれば当然今日の第2問の問い算とかっていうのはそんなに問題ないのかなああいう気がするけども一般論で言うとね今日の第2問の問い算っていうのはもう部分点狙い、まあ、例えば受け取り配当金とかあ例えば連結 BSO の資本金とか、まあ、そんなところはね、えー、対応ができないものでもないので、まあ、そういった部分点を狙ったらあとはもうこだわらなくてもよかったかなっていう気はするんですよ。 で一般論で言うとまあ連結会計自体はあもう僕ちょっとツイッターでもツイートしたんですけど基本的にはまあ今度の試験に関して言えばですけどね、えー、大差をおつけられるような問題にはならないような気がする。まあ、今言った通りこれはですねあの小、ー、児会計士の試験受験生さんであったりとか一級の受験生さんであればまあ何てことない話だとは思います。 ね、だからまあそういった方はどん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 積極的に攻めてればいいのかなとは思うんだけども一般的にね純粋に、まあ、日商簿記の2級ぐらい終わって、えー、税理試験の受験勉強を入られた方にとってみればもう知らないような論点も含まれてるんでまあ少し話を聞いたことがあったとしてもねなかなかあ知識として中に残ってないっていうところもあるでしょうから、まあ、そうなると今日の第3第2問の問いさんは僕個人的にはもうやんなくてもよかったかなという気がする。でね あのこの問題によって差がつくことなんかないです。えー、差がつくことなんかないんで別にこれを質問にしたところでそんなに大きな差にならないですよ。でならないと思うんだけど僕個人的にやっぱね今日の問題解いててすごく思ったのは勝負の分かれは間違いなく第1問。第1問全体と第2問でいうとこの問一問二です。これがもう明確に皆さんにとっての勝負の分かれ目になります。でね ここれは何とともも言えないところがあるけども例えば第1問これ皆さん方解いておられる時にどういう感覚になりましたまあちょっと最初は量が多いなっていう感じはすると思うんだけどね、えー、これね僕個人的に申し上げさせていただくと第2問第1問のそうだな問いの1番の問題。 ま、これ売上原価対立法の内容に基づく、勘定推定等々の問題になるんですけども。あのこの手の問題はですね。過去の本試験においても類似の論点等々は出題されております。で、文法であったり、総法であったりっていう前提で、この手の問題は出てるんですね。で、この勘定推定取引データに基づく勘定推定やってくれって言う。この問題に関しては正直言って、今回のこの問題はひねりは何にもないです。全くないです。 で全く何もないので基本的な知識をしっかり固めといていただくことができれば十分に満点も僕は狙えただろうと個人的には思ってます。個人的にはねで商品の評価方法まあ何でやってんの 個別ででですすすかかか先平均原価、まあ、こんな選択とかってありますけどねまあここら辺なんかも与えられてる感情を見ていただければ記入済みデータは何ぼでもあってですね、えー、商品勘定貸し方側の内容等々見ていただいたりすればですね丸、えー、6番あたりで売り上げ原価の払い出しとかあるし で丸8番ああたりりでで売り上げ原価の払い出しもあるでしもるょでここら辺の話なんかは売り上げ減価勘定借り方側の丸6番なんかとリンクしてるわけですね。でそうするとお丸6番の段階当期におけるまず売り上げ全て掛け売り、えー、単価1,800円で1,000個売った、まあ、この時に売り上げ減価相当分があ100万ですよという状況なんかの記入があるよね。でその前提からするとじゃこれはいかなる商品の払い出しされるのっつったらもたん的な話これ喫商品なんですね。 位の単価1個1,000円で1,250個だってデータあるでしょ で皆さんから投機の仕入れ分については仕入れをした後に値引きも割り戻しもあるわけですからもともとの仕入れ原価が1個1,000で4,000個ですけどもうこれについては当然投機分に関しての仕入れ値引きと仕入れ割り戻しが行われてることから投機仕入れ分についての単価は1,000円以下になる、まあ、正確に言うと1,000円未満になるということはもう明らかですよね。でその状況等々勘案していただければ優先的に売上取引丸6番がなされた段階で払い出し原価として認識されてるのが機種分であるということは特定できますんで、まあ、先に至ことは容易に把握できたり するじゃないだからちょっとデータのつながりっていうものをミスが出やすいから注意しなきゃいけないところはありますありますけども今日の問いの1番は僕個人的に言うとやっぱり満点狙うべき問題だなと思いますよでさらに申し上げれば問いの2番問いの2番以降は、まあ、株主資本を使用論点に据えた問題ですって話になってますけどね これはね正直言って皆さん方悩むよう説問2番なんか仕分けのね金額推定丸2番借り方繰り越し利益上件の金額推定やってくれとかっつってで1個下にですね科目金額ともにカッコがきついててなんか入りそうに見えるんだけどもちゃんと問題文の中には括弧には何も記入されない場合がありますと書いてあるじゃないですか。 でこんなのも当たり前の話で損失計上の仕分けをするだけですからあ下駄の部分の話なんかは直接関係ないとかってのも容易に分かるはずなんでだからねこれね株主資本絡みの話について申し上げればですよ説問の2番から始まって説問の3番まではこれ全部基本取引です。 全部基本取引ですからこれはちょっといくらなんだってやっぱり取り切っていただきたいなっていう気は僕はしましたね。でそうすると皆さん方にしてみ見ても多分この問題解いてて、えー、株主本関連の質問見ててね問いの2番の質問1から始まって質問の3番ぐらいまではちょっとこう何て言うのかなあ最初は資料が多いからねあー厳しいかなっていう感じがするんだけども実際解き始めるとあれあれそんなに重いのはないなという話になるでしょ。 設問3番あたりでは、まあ、最後の方にね募集株式の発行と新株式交付同時交付ですね入ってますけどもうこんならいつも皆さんにやっていただいてる通り交付株式総数に占めるところの各株式の割合に基づいて払い込み金額の内訳特定をし自己株式の処分対価を特定していただいた上で差損益認識をしで差損相当分の認識がなされますからそれは新株式払い込み金額をもって補填をすると。 この基本の手続き取るだけだったもんねだからやっていく過程でね結構落ち着いて問題解けるんじゃないかなと思います唯一唯一ですか 1> 第1問の中で回答できないかなっていうのは設問4番の中に含まれていた分配可能学算定ですで、この分配可能学の計算というのはまあ、一般論でいうと在表の受験対策として勉強していただく領域のものになってくるんであまりボギロンの受験対策としてやることはないんだよねまあ、ただ実際過去の本試験では分配可能学の算定募金論でたこともあるけどもまあ、それまでの出題経緯を考えたときに、まあ、さほど重要性の高いものでもないので えー、ここの部分については今現在の母規論ではあまり大きく扱っていないというか全く扱ってないというようなところも当然あるうちの学校なんかまずやんないですよだってね、えー、今回のこの問題に関して言えば分配可能学なんか別にできなくたっていいですできなくたっていいです、まあ、逆に言うとそれ以外の論点がしっかりと起けば何の問題もないしたがってまあ唯一っていうのかな第一問の各説問の中で まあ誘致できないいののは分配可能力の算定ぐらいだと思うんでですよでそれ以外の内容についてはそもそもね問いの2番第1問の問いの2番あ失礼第1問の問いの2番の領域の中説問が4つあるけどもえそもそも一つ一つの説問自体がさほど時間かかんない話でしょだからそういう意味からすれば結構これね取れると思うんですよ。だから まあちょっと予想配点をこれからどうつけるかっていうのを決めなきゃいけないんだけどもうざっくりした感覚で言うとね僕の感覚ではまあ悪くても17点前後ぐらいは取ってもらいたいかなというふうに思うまあギリ加減で15ってとこで15はちょっと少ないかなっていう気は僕は個人的にはするんですがまあ17点前後25点の中の17点ぐらい。 は悪くてもちょっと取ってほしいかなっていう気はするし、えー、おそらくですけどもうまいことちゃんと手続き進めることができた方はやっぱり20点という大台は超えてくるかなという気は僕はしましたねで、僕これ授業中にもずっとお話してましたけどねあのやっぱり今年の試験もそうなんだけど募金論ってね変にとっぴな論点に特化して勉強しても仕方がないんですよで、募金論合格するために何が必要ですかってったら本当にね 武器の3級2級で見たことある論点をぐーっと税理士レベルに掘り下げるこういったところをしっかりできるようにするってことが大事なんだってことを僕ずっと授業中言ってたでしょ。で今まさにお話してる第一問なんてのは今年でですよでしょだって商品売買の売り上げ価対立を。売り上げ価対立か今2級の範囲ですからね。 全体税理士レベルの話に集約されてるだけだしで株の資本絡みの扱いに関して言えば、まあ、さっき言った新株式公務の同時交付募集株式の発行等っていうのは二級等では出てませんよ。ただ例えば損失計上の仕分けなんか入ってましたけどもあんなの二級の話です。だからそういっったとところが考えるとやっぱね 論で確実に合格狙うためには本当にそういう基本のところがどれだけちゃんんとクリアでできてるかなんですよだからそれがある意味今回の第一問の試験問題っていうのは顕著に出てる内容だと思うのでそういう意味ではまあこれねしっかり基本を固めてきた方々が確実に点数が取れる問題だったので、まあ、僕はそういう意味では悪い問題ではないと思います。ここんなこと言うと偉そうそですけどもまあ両門の類だろうな 思いますよで同じように僕感覚として思ったのがえあそうだな第2問もそうなんだよね。第2問の問いの一番まあ為替役取引の話がありますけどこれもそんなに難しくないでしょ。ねでこれももう突き詰めて言ってしまえばこれもやっぱり基本ですよ。であります確かにここの部分に関して言えばね 多少認識ミミススっていうのかかな集計ミスとかが出る可能性はあります、まあ、本試験の場でもあるし、えー、少し認識ミスが出てしまう可能性というのは排除はできないけども、まあ、ちょっとここは何とか頑張って取ってもらいたかったかな。で独立処理とかが応用的論点だとするならばまあ仮にそこを後藤出してしまったとしてもですよ振り当て処理に関しては私は授業中にずっとねここはもうできるようにしなきゃいけないと。 で今回なんかまさに為替薬締結の段階で直々期々認識するにあたってさ直々分と時直先分これね為替損益相当分前受け収益が当たって為替損が当たってって話になりますけどもだこんなやっぱりちょっと入れ替わる場合っていうのかな直々は損相当分だけど直々は再益相当分でこういう場合やっぱまあまああるわけです。 だから作業手続きとしてまず直々認識の仕分けやって次直先認識の仕分けやって段階踏んでやってって売り書金を最終的に予約のデータに直しゃいいんだって話をしたじゃないですかそういった基本の過程を追ってってもらえればこんな問題なんてことないはずなんですよね、まあなんてことないっつったら皆さん方ちょっとへこんじゃう方もいらっしゃるかなと思うけども冷静になってもらえればちゃんとできたはずなんですねだちょっとここら辺やっぱり攻めたかったかなっていう気がするで少し厳しいかなっていうのは第二問だね第二問問いのに 退職給付なんだけどこれねあの未認識債の費用認識については今回定立法です。で定立法はねまあ費用認識手続きの中でもいわゆる勘弁法になりましてねでこれなんかは基礎講義の段階では少し扱わせていただいてるんだけどあの定律を採用した場合ってね何が論点になるかっていうとこの問題でいうと1年度2年度3年度3期分の回答するでしょ。ででこれ2年年度度なんですよ2年度 2年度ににおいても新たに未認識債発生しますでず1年度の段階で未認識数理計算算ねもう出てるでしょ出てんだけどね定率法ってのは常に期末における未認識債残高全体に対して一定率で償却手続き費用化手続きを取っちゃおうっていうのは定率法なんですよ。期末における未認識債残高全体に対して一定率を乗じて費用化手続きを取ります。ってことは言い方があるの,、ね、1年度発生の未認識債 年年度度発発生生ののの未認識債ごとの発生額の内訳把握をしないんですこれわかります定額法の場合っていうのは罰1年度発生債と罰2年度発生債はそれぞれ明確に分離してそれぞれ問題指示された今回であれば10年10年間でそれぞれ費用化手続きを取っていくって話なんだけど定率法ってのは簡便法ですから債自体について初年度発生分2年度発生分とか考えないのこれ。 もう期末における未認識債全体に対して20%だったら20%で消却をする費用化手続きを取っていくっていうのがあこの定率法の特性なんですねだからもう ×2 年度の段階でね追加で債が発生するって載ってますけどもこの段階でもう ×1 年度の分とひっくるまっちゃってい期末における未認識債残高全体に対して費用化手続き取るという話になりますでそこのアプローチにねまず気づいてもらったかどうか逆に言うと ×1 年度発生債 定額法だったら機種の見積もり計上の段階で定額償却入っちゃうけど定率法の場合ってのは今言った通り期末における未認識債残高に対して一律20%償却だからまず2年度機種の見積もり計上の段階ではまず1年度発生の未認識債の費用化手続き取らないんですよねちょっとそこら辺の話が繋がったかどうかっていうのがあるんだけどなんとかそこを覚えておいていただくことができればねまず2年度以降のものも対応できたかなという気はするんですがただね もしそこの部分が間違えてしまったとしてもまず罰1年度におけるそうだね、えー、罰1年度期末に把握される数理計算債、まあこの残高はおそらく問題なく出せると思うしさらに言うと罰3年度、ね、この段階であのいわゆる活金無費用発生しますよね学金無費用に関する費用化手続きについては定率を云々というのそれは関係ない話ですから ね、問題 C に基づいて今回は発生日改定日から月割りベースでの費用化手続き取りなさいって言ってるんでそこの処理だけ答えばよかったでしょだそれだけは少なくとも取れるはずなんでまあそういったところをしっかり取っといてもらえればそれでよかったかなと思いますで問いの3番はさっきも申し上げました通りまあほぼほぼこれはもう捨てもんですよ別にやんなくたっていいかなと思います、えー、連結税効果含んで上での追加取得になりますが ただこれねさっきも言った通りこの手の問題やっぱり公認会計士の受験生さん一級学習経験者は圧倒的に強いはずなんです強いはずなんだけどただね僕が唯一というかな危惧してるのはあのー、これちょっと問題資料の出し方なんだけど資料2番の個別の BS 見た時に P 社 S 社のデータあるよね。でこれ何てことないかもしれないけど P 社の書士さん120万って載ってるでしょ載ってるよねいい この中に s 社株式入ってるからねだからあの連結の問題ちゃんと解いたっていう方はそこ気づいてれば何とことないですけど大体さこの手の連結の問題特に会計士の問題とか一級の問題っていうのは親会社 P 社の個別 BS 見た時に s 社株式ってていうののははその他資産とは分離してるんですよ明確にだ今回みたいにこうやって初始さの中に「e s 社株式ひっくるまっちゃってるよ」っていう解釈で問題解くっていうのはなかなかないんですよ。 でまあ親会社 P 社の BS 見たときにまあ S 社株式子会社株式載ってないから当然この中引っかまってんだろうとね、まあ、見りゃ分かる話なんですけどその解釈がちゃんと立てられてれば問題ないけどね意外とこれねあの会計資産の問題とか一級の問題とか解き慣れてる人ってやっぱ S 社株式消滅の前提で処理するって慣れちゃってんから諸資,産を諸資産を P 社の諸資産の中からね エッ株式子会社株式の取得減価相当部の減額手続きを取らないっていう可能性がないかなって僕ちょっとそれ気になりましたでもしかしたらこれ入れてやっちゃってる人いるんじゃないかなって僕思ったんだけどいやそんなん大丈夫だよっていう方はねまあ全然いいと思うんですが意外とこういう資料の出し方ってね連結ってのはどうしても回答作業がパターンなんでね意外とやっぱりハマるんですよで、ハマるんだけど ままあまあそこら辺注意して手出した方は出していただければいいと思うんですがただね皆さん最初の話に戻りますけど一般的な税理士の受験生さんはああこういった段階取得の領域なんかを含むようなでさらには連結税効果の適用を含むような連結の問題っていうのはそこまで深いものなかなかやっていないのでそうすると別にね見たことないなこの問題子会社株式追加で買ってんじゃんとか見知らないなこれとか。 ああいうのが出てくればまあ今までの感覚で例えば資本金とかするぐらいはちょっと書いとこうよというのも全然良かったと思うんですけども、まあ、極端なんしこの問いの3番がもし仮に全く空欄であったとしても僕何の問題もないと思います。それで合否に影響することは断言しますけど絶対ないです、えー。そこの部分でさなんかそんなに大きく出ませんよ。いやいやいやだって会計士の受験生一級の受験生できるんでしょね。だったらば逆に言えばですよ。 そこの部分はもう見,た見慣れない問題でよくわからない問題なんだからえそこに時間をかけるぐらいだったら逆に言えば今僕に言った第1問とか第2問の問1問いだよねこういったところをちゃんと通っていけばよかったでしょで、ね、まあ普通に受験対策のことを考えたってよこういった連結の問題できるような準備を進めるぐらいだったらもうとにかく出ること分かっててしっかりやってくださいと申し上げた第2問の問いの1番とかはちゃんとできるようにするとか。 1> 第1問の問いの2番をちゃんとできるようにした方が当然試験のことを考えた場合にはプラスになってるわけですね。だそれでまあ皆さん方見方をちゃんと切り替えることができたかどうかじゃないですか。で第3問もまあ毎度おなじみもういつも通りです。ちょっと量少ないけどね。えー、ちょっと量少ないけどもまあ例年通りじゃないですか。あと思います。で今回は商品売買がまあ相当また煩雑になってます。う委託販売 を併用する形でもう皆さん方は当然の解釈でやってもらってると思うんですがあの商品売買本体、まあ、端的には売上原価の算定関連だったりしますけどねあのそこら辺の手続きは相当面倒くさいです。で これはもう一番最後に回した方がいいねだからまず第一義的にはまあ多くの方はそれでやっていただいてると思うんだけどもお決算整理事項等で言うのであるならば冒頭の当座預金関連銀行の話を見た上でもうそのまま資料データで言えばずっと進んじゃってですねそうねどこまで進むかっていうのは個人の判断ですけどまあ圧縮積立金5番の圧縮積立金ぐらいまで進んじゃったってよかったんじゃないですか。ね、圧縮積立金まで進んじゃってそこから後の手続き論だーってやっていく。 まあちょっとのれんの減損手続きなんかは原則法ではあったりしますけど問題の読み取りが少しね資料が煩雑だったりするんでそこは少しね冷静に読んでいただかなきゃいけませんがまあそういったところをしっかりと攻めてってもらってでもう僕はずーっと言ってますけどももう有価証券有形固定資産こんなとこはもう取りどこですからもういつも申し上げてる通りそこら辺をしっかりと取りきるねでしっかりと取り切っていただいて一通り作業手続きをやっていただく ね、で一通り作業手続きは終わったよじゃあそれら回答用紙かけましたじゃあどうすんのって言ったら資料をずっと戻ってもらってまあ最初にやるべき話はどこだっていうのは特定するつもりはないけども当然商品売買関連の作業路に戻るんですが戻ってもらった時にまずやっていくのは今回売上関連じゃないですか。 売上関連の未処理ねまあ端的に言うと仕切り生産所の未処理分とかもあったでしょだからそういったところの売上計形状関連の未処理等修正をやっていただいてそのまま売り金に関する補正やって債権評価貸引設定ですねそこら辺の話を一通り手出した上で最後に売上減原価関連に戻るとまあこれでよかったんじゃないですかねでその売上減原価関連の話はもう正直言って回答出なくてもいいと思いますよ。でもしあれだったら、まあ、これだけ煩雑性の高いものでもあるし まあ例えば委託販売だけなんとか頑張ってみるとかっていうのも一つだろうしパートパートで区切るのは構わないけどもお売上げ原価の算定関連商品本体の評価関連についてはまあ積極的に攻める必要はなかったんじゃないかなと思います。でそういうスタンスで対応していっていただくことができればですね、まあ、十分合格点数確保することはできたんではないかという気がします。で今日のこの問題はですねまあ実は私のところにもう何件かあご質問というかあお問い合わせが来てますが。 連結がやばいですとねどうしようねおっしゃったまあ心配になるのはわかりますでも今言った通り僕この問題見てて総合的に判断すると連結会計できたできないっていうのは正直どうでもいい話です、えー、それよりも第一問全般あそして第二問の問い一問い二まあここら辺の出来具合とあとはもういつもの話になりますけど第三問の今回であればあ圧縮積立金以降の 有有価証券関関連連さらには有形デッサン関連ここら辺の手続きがどの程度政党を出してるか常に僕が点数取ってください攻めなきゃいけませんと申し上げたところを基本に中心にどれだけ攻めていただけたかじゃないですかでそういったところをしっかり点数取っといてもらえれば連結会計やんなかったことの失点なんつうのは全く問題にならないです全然問題にならないです、えー、それによってどうこうということはもう絶対的にないですね ね、今、まあ、予想配転振ってないから何とも言えないんだけど僕のちょっと感覚的なものを最後に申し上げるとですねあのおおむね例年との傾向と比較すると今年ねボーダーラインはね55とか57。 ね、まあこれから点数つけるんで実際それがどうなるかっていうのはまたちょっと変わるかなっていう気もするけどもざっくりとした感覚数字の感覚で言うとまあ例年つけさせていただく私どもの予想拝点なんかをベースにした時にまあいたいそれぐらいだらちょっと今年ね高めかなっていう気は僕してます。うんやっっぱちょっと配点は高めにななるかなでやっぱね しっかりと努力していただいて基本固めていただいた方であれば第一問とかやっぱ取りどこだって判断はできるだろうしえ第二問の問いの一番であったりとかはやっぱりちょっと積極的に攻められたような気がするんだよね。そうなるとちょっと点数としては高めになるかなという気もするんでまあ私が今ざっくりとした数字ですよ。 えー、これからちょっと予想拝点つけさせていただいて、まあ、それによってねまたちょっと状況変わるかなと変わったものはまた週末に皆さん方にお伝えはしようと思っていますけども大体ざっくりした感覚で言うとそれぐらいの点数が一つ僕の中では今思い浮かんでいるところでございますまあこれがね今回の簿記論本試験について、まあ、僕があまさに皆さんと同じに、えー、解いて、えー、今 解いたばっかりの所感を述べろと言うからああ述べさせていただいたというところになりますまあねまあ皆さんこのお今日の試験に向けてね一年間と長い時間を費やして努力をしてきていただいたと思いますで今日のね試験終わってさまあおそらくこれご覧いただいている方々の多くの方々はそんなに手応えないと思うのよないでしょうわ こうすればかかったとか今の僕の話聞いていただいても例えば僕はもう解説ですから第一問はこれいけるんじゃないですかって言いますけどもそうは言ったって実際の本試験ですから多少のミスはやっぱ出ますよ。ね、出ますで出るとは思うんだけどもそうするとねおそらく今皆さんの中にはこうすればよかったああすればよかった後悔の念、ね、みたいなものが多かれ少なかれあると思うの。でもそれはねこれまで皆さん方がやっぱ一生懸命やった証なのよ。 一生懸命やってやっぱり BS が分かってる人だからああそうかこういうところをもう少しやればよかったんだとかこうすればよかったなっていうのが出てくるだけの話であってねそもそも募金ら難関試験が試験会場終わって、ね、試験終わって試験会場から出てきてですよああできたできたって手応えある人なんかほぼいませんよ。 ああだだったダメだったたもうすれもう少しこうすればよかったこうすればよかったって思いながら少し後悔の念を抱いてその上でね次のステップに向けて勉強を始めてると12月になって合格数字が届くってこういうもんですから。ねだから変にね。 後悔ばっかりする必要はない当然のことながらいい経験をしたんだから改善すべきところは改善ポイントとして自分の中に取り込まなきゃダメですよ。何回も何回も同じことやってったら同じことの繰り返しになりますからああ結局のところこの1年間を振り返ってこうすればよかったああすればよかった今ご自分の中にあるでしょそれは皆さんにとっての宝物なんだからこれから皆さん方自分にねいいプラスに働,けさ働かせることができるように活用していけばいい。でもね変に落ち込む必要なんかない難関なんですよ。 特に簿記論なんていうのは難しいんですよ。ね楽な問題なんかないんだから手応えなんかないんです。ね変に落ち,込み落,ち込み落ち込みすぎる必要なんか全くないんでねとりあえずこの本試験の日に至るまで皆さん方一生懸命やったでしょ。ね、まあ僕なんかはもう最後の1週間2週間夜なべしないで早く寝なさいと受講生さんたちにも言ってました。で受講生さんたちはそんなこと言ったって寝られるかと勉強したいんだと。 いうふうに思われるけど、だかだけど僕はそう言ってたね。なそれぐらい言わないと本当にヨなべして体調崩しとかいるから言った。でも多分僕がそういう話をしてても多少睡眠時間減ってでも勉強された方いると思いますよ。やっぱそれだけ努力してきたからこそああすればよかったこうすればよかったって出てるんだよね。でそれはですか決してね無駄になるものじゃないから次こう別の科目を勉強するときに役立ててもらえればいいんだけども変にね落ち込みすぎる必要はありません。 今皆さん方はとりあえずこの試験に向けて一生懸命頑張ってきたんだから、ね、今皆さん方がなすべきことはしっかり体をいたわってここまでの疲れをねしっかりとれるようにすることですよ。まあ、今なんかもね当然毎日毎日日、ねね、ただでさ暑いから体調を崩しがちなのに、まあ、皆さん今日に至るまで本試験があるから気が張ってたんで。 ね、試験終わると急にやっぱり疲れがドッと出てきたりして体調崩しても多いのよ。ね。そうなってしまうと特に夏場だから。ね。大引いたりもします。えー、体に元々負荷かかってるんで。そういったものをしっかりと自分の体をリフレッシュしていたわってくださいよ。ね。だ変にね。ああそれは良かったおこうそれ良かった引っ引っ張りすぎる必要はない。みんな後悔は抱えてんの。とりあえず今ここまででね。まずはなすべきことをやったんだから。ねえ。 1> 1週間間ぐらいいの間はゆっくり休めばいいでその中でまあ次の時ね来年に向けて何をするかということを徐々に徐々に考えていけばそれでいいです。ね。はい。という形でございます。まあ今年はね、あのー、九州の方では台風が来たりなんだりで九州の受験生さん非常に大変だった。まあ去年はね去年で大雨の被害があったりして本当にもうちょっと心のところ九州地方の受講生さんは本当にお気の毒な状況が続いてますけどね。 まあ何にしても今日とりあえず試験迎えることができましたんでねまあ23日はゆっくりしてくださいよ。ね、週末に向けてね、まあ、今度確定的な回答等々も私ども出しますしよその学校さんも出しますから、まあ、そういったものを付き合わせがたら少し今回の振り返りをやって、まあ、その後もう皆さんお盆休み明けぐらいからは次のステップ来年どうするかってことをやっぱりもう考えなきゃいけない。 税理、ね、試験っていうのはもう長い長場だけども意外と学習試験終わった後の学習期間っていうのはね次に進むような期間短いですからそれに向けての準備というのが必要になるんでねまあ是非是非そういったものに切り替えながら、ね、徐々に徐々に準備をしてくださいで私どもレックの方ではあ先ほどお話した通り今度の日曜日新宿エルタ本校等で回答解説会実施しますでウェブで、えー、アップもしますんでねまあそちらウェブ通じてでもご確認いただけますし で当日はあのー、午前中詳細の時間帯等は私どものホームページで確認していただきたいんですがあその回答お速報というか検証がですね検証会終わった後は僕も残りまして個別相談会という形で、まあ、個々にね 今後の学習予定とか、まあ、今の状況とかあそういったもののご相談乗らせていただくという機会を作りますんで、まあ、僕に相談してもあんまりっていう形でかもしれませんけどあの当日は僕以外にもあの財務省論担当の並木先生もおいでになりますんでね、えー、ぜひそういったものにも、えー、お気軽に足を運んでいただいてね、えー、今後の進路というかあ学習プランニング、まあ、そういったものについてのご相談いただければと。 思いますはいというところでございましてまあこれでももう時間過ぎてるんですけどね、えー、本日の本試験ポイント速報は終了でございますまあ繰り返しになりますが皆さん本当にね、えー、気が抜けると急に体調崩したりしますんでね、えー、そうならないようにもう今日以降早めにちょっと23日は早めにね休んで体をしっかり休めてあげてくださいねで体調崩さないようにしていただいて、まあ、ちょうどお盆休みの人も多いと思うからこれからねもうその期間はね もうやりたいこと。一生懸命やってね。ここまでいろんなこと我慢して頑張ったんだからね。自分の好きなようにやりたかったと思ったことをやればいいね。で、お盆休みが明けたぐらいは来年に向けてまた動き出そうね。はい、その前提でお進みいただければと思います。以上で本日のポイント速報は終了です。皆さんお疲れ様でございました。